伊藤中製糖株式会社は、愛知県平南市に本社を置く製糖会社、クルリルンのブランドで砂糖を製造を販売している、名古屋県に高いシェアを有する、伊藤中商事系列。1970年代から生産施設の合理化、生産性向上に取り組み、1982年3月の砂糖売り戻し臨時特例法の期限切れの際には、 政党業界が延長規模に統一しようとする中、伊藤中政党は自社の競争力に対する自信から延長反対を表明した。伊藤中政党は市場を名古屋、中京圏に絞り、人員が政党他社の3分の1とした省力化の進んだ工場などが高層市1八十二年三月の同法期限切れ後の砂糖乱売競争、価格急落の中でも、 黒字を維持していた。1982年以降の佐藤不況、政党業界再編の対策として、特定産業構造改善臨時措置法の指定業種になろうとする動きにも反対し、1983年9月20日の同法適用申請の際には、政党工業界メンバーのうち、伊藤中政党と中日本高利党と2社だけが申請に加わらなかった。 その後も効率的な経営を継続し、1986年度の政党工業会加盟者の平均創業率が73%で、あったところ、伊藤中政党は104%としていた。2002年には宮崎県日向市の第一東京を参加に収めた。 1981年11月23日付長官日本経済新聞。1988年2月28日付長官日本経済新聞。ありがとうございます。